こんばんは、たかしです。本日は1月23日月曜日、ただいま16時15分。それではドル円の相場分析をサクッと3分でやっていきましょう。まずは4時間足からです。現在4時間足は緑の下降チャンネルの中で動いております。現在はその中でさらにセンターライン付近というところで、ここから一旦上限を目指せるのかどうかというところまで来ました。今 GMMA の青帯の上に一度抜けてきてますので、この辺付近ですね、130円付近で定着できるのであれば、もう一段上でこのチャンネル上限を目指してくると考えてます。ただ GMMA を上抜けたところですので、また再び下抜けて下限付近を目指す可能性も残っていますので、そこは慎重に。ですが現在のところ安値を少しずつ切り上げてきておりますので、基本的には上がっていくんだろうなというところ。まずは金曜日の高値を超えられるかどうかというところに注目ですね。ストキャスティクスは今ゴールデンクロスしてきておりますので、このままストキャスティクスが高値圏を目指すのであれば、一度このチャンネル上限まで上昇してきそうです。では1時間足です。金曜日の高値はここですね、 130.6 付近、ここを超えられたらそこからの押し目買い、こんなイメージですね。まずはこの金曜日の高値を超えていけるかどうか、そして超えた場合は一旦の次のターゲットがここ黄色丸ですね、 131.5 付近、そしてこの緑の平行チャンネルの上限付近というところです。ただ現在は1時間足のストキャスティクスは高値圏にありますので、押し目買いを考えるにも現在は優位性がありませんので、一度ストキャスティクスが安値圏まで下がってくるぐらいまでは待ちたいところですね。もしくは GMMA の青帯に接触するのを待つかというところですので、今は上昇中ですが、この上昇に乗っていくのではなく、一旦の調整の下落をつけてからの上昇に乗っていくのがいいと思いますので、現在地からの押し目買いではなく、ストキャスティクスが少し過熱感を解消してゴールデンクロスするところから乗っていくのが良さそうですね。1時間足の GMMA は上向きで、本日もそうですが金曜日も GMMA にサポートされて上昇してきてますので、おそらく次下落してきてもこのラインっていうのは意識されそうですので、その辺付近で下げ止まるのを待ってからの押し目買いを考えるのが良さそう。ただ金曜日の高値を超えられないようですと、再び下落していく可能性もありますので、その辺は注意が必要です。また金曜日の高値を超えてきても、次はここの高値 131.5 付近を超えられずに、ここで大きなダブルトップという可能性もありますので、その辺も考慮しておく必要がありますね。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったら応援をお願いします。皆さんの応援がより多くの初心者の方へこの動画をお届けすることにつながります。そして最後にお知らせです。 YouTube のメンバーシップでは、初心者の方が少しでもスキルアップできるような丁寧な解説動画を毎週1本更新しています。トレードでの基礎が学べるメンバーシップにご興味があれば一度お試しください。それから初心者ではないけど安定して勝てないという方は、ポストプライムでのプライム会員をおすすめしています。こちらは2週間の無料期間がありますので、その期間をご利用いただき、自分に合うかどうかを検証していただくのがいいと思います。まずは行動しないと何も変わりませんので、無料期間を上手にご活用ください。詳細は概要欄にあります。また iPhone や iPad の YouTube アプリにはメンバーシップボタンが表示されない場合がありますので、 Safari などのブラウザーから YouTube にログインしてからお申し込みをお願いします。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。